後半最初のコーナーは各週お届けしています防災一口メモのコーナーです。このコーナーでは防災について身近なところから楽しく学んでいこうということで、毎回さまざまな内容でお届けしていますけれども、本日はスタジオにお越しいただきましたのが坂出市危機管理室室長の笠井健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。めちゃめちゃお久しぶりでございます、はい、今日もいろいろとねお話を聞きたいなと思うんですけど、うん、はい、なんかここ最近すごく地震が多くないですか？そうですね、あの先月も鳥取で地震がありましたよね、はい、多分みんなあの緊急地震速報とか鳴ってバタバタしたのかなと、うん、そうですね、でまあつい先日はニュージーランドの方で地震ありましたし、はい、うん、まあ、どこで地震が起こってもやっぱりおかしくないと思いますんでね、うん、はい、そうですね。私もなんかこう日頃からこういうコーナーをしているので防災についてすごく考えているつもりではあったんですが、うん、緊急地震速報が流れて、で家が揺れ始めた時にすごくあたふたしてしまって、そうですね、あの、うん、やっぱりその時にやっぱりいろいろ聞いたんですけど、はい、みんなそれで何をしていいのかわからないし、はい、やはり動けなかったということをやっぱり言ってました。それはやっぱり日常的にやっぱりそういうことが体に染み付いてないので、考えて行動するんでなくて体に染み付いてて、そこからやっぱり動くということが必要なんかなと思いますけどね。そうですね、はい、まあ、ちょっとした揺れだったらその時あたふたするだけで終わるんですけれども、いざ何かが起きて被災してしまった場合っていうと、その普段とは違った状況がずっと続くようになりますよね。 それに対応するためには何かいいことってありますか？そうですね、だからやっぱり何かしなければいけない、だから防災を日常に取り入れる、はい、でどういうことをやっていくかというのを体に染み込ましておくことがやっぱり必要なのかなと思いまして、ちょっと今日はそんなお話をしようかなと、はい、はい、それでまあ、あの日常に取り入れたらどういうことをしたらいいかと、はい、まあそんなに難しく考える必要はなくて、例えば散歩とかジョギングするとかってみんなやってますよね、はい、そういう時にちょっと毎日ちょっとコースを変えてみて、はい、あのいろんな道を通ってみる、うん、で日頃通ってない道というのは、はい、いざとなったら通れないんですよ。そうですよね、うん、だからそれがその道を一本しか知らないと、うん、その道が例えばあの通れなくなってた時に、はい、どこの道を通っていいかわからなくなるので、うん、それをやっぱり歩いてみるとか、はい、それはもうあの例えばあの自分一人でもいいし、家族とかお友達を誘って、はい、一緒にあのこの道こうやなというような形で話しながら通ってみるも一つの方法かなと思いますけどね。なるほど、うん、まず一つ目は歩いてみるということですね。そうですね、うん、確かにこれなら日常的にできます ね、 ですね。他には何かありますか？ですね、あと例えばやっぱりスーパーとかホームセンターとか百均とか買い物に行くと思います、はい、その時にあの例えばいろんなものを探していく中で、はい、これってひょっとして防災に使えるんじゃないのとか、うん、そういうもんが、まあ、あのよくあるのが普通あの例えばあの何でしょうあのラップとか、はい、そういうのが、まあ、そういうのをいざという時にいろんなものに使えるのが分かってます、うん、それとか例えば避難所で避難しとる時に、はい、あのプライバシーが守られない、はい、だけどそれを守るもんがないとすると、はい、布団干し の、 あの折りたたみの布団干すやつあるじゃないですか、 あ、 あ、 です、ね、あれに例えばあのそれを自分のところを囲ってシーツとか例えばブルーシートとかかけると、うん、それであのプライバシーが守れたりと か、うん、だかそういうところで、まあ、買い物に行っていろんなものを見ていくところで、うん、いろんなあこれこんなことに使えるんじゃないのとかいう、そういう、そういう発想、例えば子供とかを連れていくと、うん、子供は大人と違った目線で多分ひらめきで見ることがあると思うんですけど、はい、そういうところで新しい発見があるかもわからんから、うん、そういう想像力をやっぱり働かしてもらうのも一つの方法かなと思いますけどね。そうですね、はい、普段の使い方とはまた違った防災という視点で見てみるっていうのは面白いですよね。なるほど。また食事の面とかでも何か、そうですね、やっぱりあの防災もやっぱり基本的にはやっぱ楽しんでもらいたいので、はい、楽しいとやっぱりまたやろうかという気持ちになりますよね、はい、だから時々例えばバーベキューを外で庭とかでバーベキューをやってみる、はい、
でそれをあの電気を使わなくて、はい、炭を起こすとか、うん、まあ、そういう形で焼肉をするとかね、そういう形でもいいと思います、はい、で外であの例えばそういうあの刻んだりとか、はい、そういうことをして外でやってみて、うん、まあ、それがあの炭とかじゃなくてもカセットコンロでもいいと思うんです、はい、そうですね、そういうのを日頃から準備しとって、うん、そういう形で、まあ、時々そういうことをやると楽しい中で、はい、あの電気を使わずに実際に作れる、うん、だ例えばもう一つはやっぱりそのご飯を鍋で炊けるように、はい、あの電気 あの炊飯器でなくて、うん、でね、鍋でご飯を炊いてみて硬いとか柔らかいとかいうのを、水の量をやっぱり自分で知っていくというのも大切なんかなと思いますけどね。あ、そうですね、はい、うん、まあ、それで楽しい美味しいって感じるとちょっとやっぱり自分の中に残りますのでね。そうですね、だからもうそのキャンプとかもやっぱりそういうの、そういう視点で言うとおすすめかなと思いますけどね、うん、なんかみんなで集まってそういうことをすると、そんな中でちょっとこう防災の話なんかも出てきたり、 そうですね、それも楽しいかもしれないですね。だからあの昔はあのよく井戸端会議で、まあ、それも昭和30年代ぐらい、ね、はい、井戸端が井戸があってその周りに集まってあの人と話すると情報交換してた、うん、あの奥様方がいたと思うんですけど、今はそういうのがやっぱりなくなって、なかなかそうやって集まって話することがないと思います、うん、まあ、SNS の発達とかがありますけれど、うん、だけどやっぱりいざという時はご近所さんと顔のつながりが大切で、うん、日頃からやっぱりそういうつながりを持っとく、なんか集まってどこかでそんなお話をするとか、まあ、それは公園とかそういうところで集まっててもいいと思うんですけど、そういう形で日頃からやっぱりコミュニケーションは取っとってほしいなと思いますね。そうですね、うん、隣が誰かわからないっていうのではね、いざという時に行動できませんので ね、まあ、ただそういったね、防災いざという時にこういうことをしておこうっていうのを頭では描いていても、うん、なかなか家族で話す機会って少ないと思うんですよ ね、 だからやっぱりね、まあ、以前もお話したかと思いますけれど、はい、あのまあ、我が家の防災の日、はい、まあ、毎月何日は我が家の防災の日と言って決めといたら、あ、その日に、はい、まあ、例えばみんなでさっき言ったような一緒に歩くとか、うん、はい、例えばあの備蓄をしているものを、うん、あのまあレトルト食品、缶詰とかカップ麺とかをその日はみんなで食べるとか、はい、そういうことを日常的に毎月そういう我が家でそういうことをしながら防災について話してみるというのも一つの方法かなと思いますけどね。そうですね、はい、イベント的な要素で考えていくといいかもしれない。だからそれはやっぱり楽しみながらやれるいうことが大切だと思うんですよ、はい、特にお子さんなんかがいらっしゃる家庭だとそうですよね。そうですね、楽しくないとね、覚えられなかったりしますので、はい、ぜひね、家族で防災の日を決めていろんなことをね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで今回はですね、日常生活に防災を考えるということでお話をいただきました。笠井さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。